仙台市立高森中学校は、宮城県仙台市泉区高森6丁目にある公立、中学校。通称は、高中。泉パークタウンの開発が進み、既存の寺岡中学校の生徒数が急増し、手狭になったために、泉パークタウンの高森地区内に新たに、中学校を増設することとなり、開校した。高知の周辺には、沼が多く、冬は、白鳥が、 町内各地の沼を訪れる。高知内には10周年の森という庭が存在し、森のコーディネーターと呼ばれる人の指導の下全校生徒が1年中その世話を行っている。その内容は、土作りや EM 菌作り、給食の残飯や落ち葉を利用した、肥料作りなど、特色のあるものとなっている。他にも、近隣の沼に EM 菌団子と呼ばれる EM 菌を、 団子状にしたものを毎年投げ入れてホタルを呼び戻そうとしたり、小中学校の清掃前のプールに EM 菌を混ぜて清掃の簡易化を図ったり、隣の野村に大豆畑を借りて豆腐を作ったりなど、その活動は多岐に及ぶ。ちなみに EM 菌は液体や石鹸として高中祭という本校の文化祭で販売されており、入手が可能である。また十周年の森の中には、 花の小川という名前の花壇が存在し、毎年全校生徒のデザインの中から最優秀デザインが選ばれ、それをもとに花が植えられる。仙台市緑と花いっぱい花壇コンクール学校の部では、毎年のように受賞している常連校である。また、仙台市立泉川丘小学校と仙台市。 立野村小学校と仙台市立桂小学校の一部の生徒が入学するため自転車通学の生徒がいる。水泳、剣道、体操、ありがとうございます。